明日は変わる。公共放送 NHK です。どこまでも君の友達青鬼、童話泣いた赤鬼、皆さん覚えていますか？これまで繰り返し出版化され、現在小学校の教科書にも取り上げられている不朽の名作です。あるところに人間と仲良くなりたいと願う赤鬼がいました。しかし怖がる人間たちは仲間に入れてくれません。それを見た友達の青鬼は人間たちを襲い、赤鬼に助けさせました。そのおかげで人間たちと仲良くなれた赤鬼。一方青鬼は旅に出てしまいます。それを知った赤鬼は悲しさのあまり泣き続けたのでした。友達に助けられた赤鬼、友達に尽くした青鬼、泣いた赤鬼はそんな友情を描いています。この物語が誕生の地山形県高畠町を舞台にドラマとしてよみがえります。主人公はこの町で友情を育んだ2人の女性です。あれって夏目さんじゃないですか？出して。え、声かけなくていいんです？いいから早く。ということで今日のビーコンは、時代を超え愛され続ける泣いた赤鬼の世界に迫ります。さあ今日の BS コンシェルジュビーコンは山形県の高畠町にやってまいりました。会場たくさんのお客様です。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。うわすごい、ちびっ子からお兄さんお姉さんお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんまで、皆さん笑顔が丸い柔らかいんですよね。さあそれではね、本日のゲストをお呼びしましょう。女優の村川恵里さん、木南晴さんです。どうぞ。見えてきました村川恵里さん。一緒に高畠町のマスコットキャラクタータカッキーと登場です。人懐っこい性格なんだそうですよ。さあそして、木南晴さん、ね、一緒にいるのが青鬼のハタッキー、いたずら大好きなそうですよ。はい、ここだけなんかこう子供番組の歌のお姉さんみたいなすごい可愛くて流行ってほしいですね。本当に改めてご紹介します。本日のゲスト、山形発地域ドラマ私の青鬼ご出演の村川恵里さん、そして木南晴さんです。よろしくお願いします。木南さん大歓声ですね。本当に、すごいふーとか言ってくださって初めてこの高畠町を撮影で訪れた時ってまずどんな印象でした？駅舎着いた瞬間に鬼もたくさんいて、もう駅降りた瞬間に街のアピールがすごいなと思って、温泉があって、え、駅の中に温泉っていうことにびっくりして、もう感激してあっという間に溶け込みました。木南さんは石切り場っていうところがあるんですけど、そこは私すごく印象的に残っていて、本当に一枚の切られた石に囲まれたすごい神秘的なところで、すごい私の大好きなところになりました。私たまに絵本朗読するんですけど、やはりあの浜田博介記念館、はい、これいい場所みたいですね。素敵な、本当に綺麗ですしね、もう図書コーナーっていうか、もうそこがすごくなんか子供心に帰る気持ちになって、ね、たくさん絵本が、面白い絵本がたくさんあって、ね、すごい楽しかったです。高畠町といいますと、なんといっても童話の名作泣いた赤鬼が生まれた場所なんですよね。でお二人がご出演のこの山形発地域ドラマ私の青鬼、その泣いた赤鬼がモチーフになっている、はい、いうことなんですよね。一体どんなドラマなんでしょうか。こちらご覧いただきましょう。物語の舞台は山形県の高畠町。泣いた赤鬼の続編を出版しようという町おこしプロジェクトに加わったのが、高畠町出身の辻村理子です。今は東京の出版社で働いています。
今回は縁あってお手伝いさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。その日の夜、地元商店街の宴会に招かれたリコは、高校時代の同級生からある友人の名前を耳にします。あ、そうだ、夏目彩香覚えてる？ほら、ちょっと暗いっつうかラッパ吹いたった、なんか変わった子。高校時代、突然始まったリコへの嫌がらせ。そんなリコに唯一声をかけてくれたのが夏目さん。一緒に食べていい？クラスメートの夏目彩香でした。ありがとう。それ以来、二人だけの大切な時間を過ごしたリコと夏目。しかしある日、同級生の冷たい態度は突然夏目に向けられます。リコ、一緒にお弁当食べよ。え、こんなのと関わるのもうやめろ。はほら行こう。行きなよ。私は大丈夫。もともと一人だったし。ごめん。お腹すいた。ね、お腹すいたよね。それから10年もの間、リコは夏目を避け続けてきたのです。一方、夏目はそのことがきっかけで高校に行かなくなり、それからずっと実家の農園を手伝っていました。リコは夏目と向き合う決意をします。辻村さん。再会した二人は、学生時代の友情にまつわるほろ苦い経験って誰にでも多かれ少なかれあると思うんですけど、私自身もその蓋がちょっと開いたような気分になりました。ありがとうございます。あの2人の友情の話が本当に、台本初めて見た時に私も涙してしまって、早く撮影したいなってずっと思えるぐらい素敵なお話だなと思いました。まあ、今回のこの私の青鬼というのは、泣いた赤鬼のこのドラマ自体がその続きというか、そんなあのイメージだと思うんですけれども、ということはリコと夏目と、つまりそれぞれが赤鬼と青鬼ということになるわけですかね。はい、そうですね、うん、一応まあそういう役割な感じで、うん、赤鬼ということは、まあ、今ね少しありましたけれども、はい、まあ、助けられる、はい、うん、助けられてますね本当に。うん、そういう赤鬼のキャラクターがそのまま投影されてるキャラクターでした。リコは、私の方は青鬼という存在なんですけれども、すごくもうなんだろう、本当に善意の塊で、やっぱり人間に置き換えるととても、ね、そういう人間って本当に珍しいというか、なかなかいないんじゃないかっていうので、すごいその差を埋めるためにはどうすればいいのかっていうのはよく考えました。役作りにあたって特にここは気にしようと意識した部分ってありますか？リコの場合は夏目さんとのわだかまりだけじゃなくて、
仕事に対して恋愛に対しても蓋をしてしまっていて、自分の中でどこかすごく負い目を多分感じたまま生きてきちゃったから、誰とも素直に打ち解けられなくなっちゃってっていうところで高畑町に戻ってきてから、どん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 この心が変わっていく、繊細なこの心の変化っていうのを常に意識して気をつけながらやってました。私もそれがすごく印象的で、ドラマが終わった時に、あ、なんかリコちゃんがすごい変わってくれたのがすごい嬉しく感じられるんじゃないかなと思いました。ドラマ私の青鬼では、地元高畑町を離れ東京で働くリコと、地元に残り実家の農園を継いだ夏目、対照的な2人の立場が描かれています。村川さんと木南さんは共に10代の頃大阪から上京、故郷を離れた当時の思いとは。物心ついた時から芸能界に入りたいと思ってたんで、よっしゃみたいな感じで飛び出してきましたね。全然心残りなく、さよなら大阪。軽いですね。だいぶ軽かったです。同じく本当に大阪の方には申し訳ないんですけど、私も小さい頃から芸能界というところに憧れていたので、東京に出れるって決まった時はもう本当にもう明日にでも行きますみたいな感じで、すぐ行きますみたいな感じで、でもたまにじわーっと思い出したりとか、あ、でも元気かなみたいな。そうなんです、 3,4 年ぐらい経った時に大阪から東京に新幹線乗ってる時、2時間半ずっと涙が止まらなかった時はありました。なんか多分不安になっちゃって、その勢いがちょっと失われた時に、あ、どうしようって、東京という戦場にまた戻るのかみたいな感じでずっと泣いてたことはありますね。ふるさとっていうか地元があって、で東京でお仕事をするというのと、やっぱりこう帰る場所があるっていうのはなんか、はい、どっかあるのかなっていう気もしますけど。いや、そう思います。それでオンオフって新しいパワーを地元からまたもらって東京で頑張れるっていうのはすごいありますね。ですね、実家に帰るっていう響きが、なんかなくなってしまうのはすごい寂しいなって思いますね。さあ、この山形土域ドラマ私の青鬼ですけれども、まさに地元高畑町の皆さんもこのドラマ大いに盛り上げているんです。ボイズ飲んで。こちらリコが招かれた地元商店街の宴会シーン。テーブルに並べられた美味しそうな料理の数々。手掛けたのは高畑町の商店街で和菓子屋を営む高橋初子さんをはじめとする皆さんです。地元の食材をふんだんに使った郷土料理を作っていただきました。ドラマの中で夏目は実家のぶどうを使いワイン作りに励んでいます。その指導は川辺久幸さん、高畑町にあるワイナリーの醸造責任者です。ワインの品質や香りを確認する所作など丁寧にアドバイスしていただきました。そしてドラマのクライマックス、泣いた赤鬼続編の出版記念イベントには、いいよ、ちょっと寄ってくとこあるから。よーい、はい、高畑町の皆さんおよそ280人が参加。監督からの要望はとにかく楽しく。朝8時から始まった半日間の撮影、一丸となってこのシーンを盛り上げました。テレビを見てるよりもこういう風になってるんだなっていうのが分かって楽しかったです。この商店街で店をしているものなんですけども、こんなに人集まるっていうのはやっぱりお祭りの時ぐらいしかないですからね、楽しいですね。高畑町の皆さんの協力で私の青鬼は作られています。さあ、そしてちんどん隊の皆さんがビーコンを盛り上げに来てくれましたよ。
ありがとうございました。新年隊の皆さんでした。どうぞ前。高畑町にある商店街の皆さんで結成されたちんどん隊の皆さんということで、普段からね、お祭りですとかイベントなどで活躍してらっしゃるということなんですよね。なんていうかこう音ももちろんね、わーっと賑やかになりますが、ビジュアル見た目もまた華やかですよね、皆様。コンセプトがバラバラですね。どうですか。いやもう衝撃的です。リーダーの高橋次男さん、はい、よろしくお願いします。いやドラマでも花を添えてくださっていい。実際にこの高畑町、自分たちの町でドラマの撮影が行われて、はい、いかがでしたか。そうですね、素晴らしいドラマが起爆剤になって、もう全国的に高畑町そのものが今までの2倍3倍にね、知り渡れば素晴らしいことだと思います。はい、どうもありがとうございました。ちんどん隊の皆さんでした。ありがとうございました。本当に高畑町って楽しい温かい方たちだらけですよね。ですね、本当に感じました。それはさっきあの VTR で、はい、お料理をあの実際に地元の方に作っていただいたんですよ。びっくりするぐらい美味しくて一日中食べてたんですよ。ねえはっちゃん。そうなんです、そうなんです。お久しぶりです。ね、料理を作ってくださったはっちゃんこと高橋はつこさん。玉こんにゃくの煮物ありましたよね、はい、もうツヤツヤでしたね。はい、米沢牛入れで作りました。米沢牛、はい、これどういう時にあのお食べになる料理なんですか。玉こんにゃくは本当に家庭料理です。高畑ではいつでも食べます。村川さん何個召し上がってたんですか。いや私10個ぐらい食べました。そしてドラマにも出演してらっしゃいましたよね。一生懸命汗かいて作ってたら監督さんがはっちゃんちょっと来いっていうことでここに座れっていうことでそのまんまエプロンかけてもエプロンかけとってもいいからなっていう話でもうそのまんま出させていただきました。全国女優デビューですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ひなみさんはこういったその地元の方との交流、はい、なんか印象に残ってる方がします。ワインを作っているという設定だったのでそのワインの所作指導をさっきも出てらっしゃった川辺さんという、あの高畑ワイナリーの方に本当に我が子のようにこうワインを愛した感じでこう所作をしてくださいということを教えてもらいました。でそのワイン指導をしてくださった川辺久之さんも今日は、ね、会場にいらしていただいているんです。どうもよろしくお願いします。木南さんご指導するにあたってどんなアドバイスをされたんですか。やっぱりあの女性なりに温かくワインをこう育むというところをやっぱり作っていただきたかったんですけどそれは完璧に映し出されたなというふうに思いますね。はい、実際にこの高畑町って、ワイン作りにとってはどんな場所なんですか。盆地なので、昼夜のやはりあの温度差が非常に大きいんですね。あの北カリフォルニアとか、フランスの、名城地といったところと非常に温度の条件が似ているので高級ワインには作りが適した町だと思っております。私は大好きで高畑のワインもいっぱい飲ませていただきましてすごく美味しかったです。これからもよろしくお願いします。お話を伺ってきて本当に地元の方々と一緒に作り上げたドラマなんだなと思います。なんか結構閉ざした役だったんで、あのそのさっきのみんなでご飯食べるシーンとかの時にいつか笑うのいつか笑うのってずっと気にしてくれてて、ね、なんか見てくださったら分かると思うんですけどそれぐらいなんか皆さんこう親身になって心配してくださっててなんか それも思い出しました。今木南さんはいかがですか。そうですね、私はその今回やっぱりこう撮影が終わってから来てみて本当に街を挙げてこの県を挙げてあのこのドラマを応援してくださっているのがすごいひしひしと伝わったので改めてすごい嬉しくなって感謝の気持ちでいっぱいです。また来たいなって、うん、またすぐ来たいなって思いますね。とここで毎度おなじみビーコン通信、 BS で放送される注目の番組をピックアップします。1年のツアーを勝ち抜いた世界のトップ選手だけが出場できる ATP ワールドツアーファイナルが間もなく開幕。去年ベスト4まで勝ち進んだ錦織圭選手、今年はさらなる高みを目指します。しかしその前に立ちはだかる強
強豪選手たち。世界最高峰の戦いで錦織は新たな歴史を刻むことができるのでしょうか。栄光の背番号3、人呼んでミスタープロ野球。野球と共に歩んだ半生に迫る100年インタビュー、長嶋茂雄。自分は何て言っても不安になったんと思って、もう呼んだ時に全部ね、ホームラン打つ、全部ヒット、そういう気持ちを、ね、いつも思ってました。昭和34年、伝説の天覧試合。長嶋レフト上段にサヨナラホームラン。よし、やりかねんね、こうね、昭和天皇に初めてやったことで、すごい自分のね、野球人というもの、こういうもんだということを言おうという気持ちが持ってましたよ。勝つ、勝つ、勝つということをね、いつも気持ち持ってますから、負けるということは気持ち持ってない。長嶋はフルカウントから空振りの三振。やっぱり孤独な面も多少はあるかもわかんないね、あるかもわかんないけど、その孤独な面も表に出しちゃいけないよね。100年インタビュー、長嶋茂雄、 BS プレミアムで19日木曜夜9時からです。さあ、今日のビーコンは山形県の高畑町からお送りしてきました。そしてね、私たちも皆さんの中に入ってきました。さあ、では最後に改めて山形初地域ドラマ私の青鬼、見どころをお二人からお願いします。はい、高畑の大自然がいっぱい詰まった、本当にすごく物語と自然が相まったとてもいいお話になってますので、ぜひ皆さんご覧ください。心の奥がなんかこうじわっと温かくなるような、そんな作品です。もう世代関係なく愛してもらえる作品だと思います。絶対見てください。さあ、 BS プレミアムで18日水曜夜10時から放送の山形発地域ドラマ私の青鬼、最後はですね、もう会場みんなのメッセージで締めくくりたいと思います。では村川さん、木南さん、お願いします。どこまでも君の友達。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。新番組 BS 時代劇子連れしんべヱ、江戸の長屋で暮らす浪人、剣の腕はピカイチ、松村しんべヱ。消えちまったんですよ、岸さん。俺が預かる。そんなしんべヱが突然他人の赤ん坊を育てることに。BS 時代劇子連れしんべヱ、 BS プレミアム、今夜8時スタートです。 BS 時代劇子連れしんべヱ。これは殺人だぞ。息子といえども特別扱いはなしだ。貯蔵所から大量の石油が盗まれ、働いている女性が殺された。彼女はフォイルの息子とも関わりが。僕も容疑者だってこと。現時点ではお前が生きているコニーに会った最後の人間だ。刑事フォイル、 BS プレミアム、15日夜9時。ザ・プロファイラー。世界トップレベルの指導者が子供たちに向き合う特別レッスン。彼らが語る主力の言葉にコーチングの極意を探ります。Pero el maestro fundamental mío han sido los errores y las derrotas también. 奇跡のレッスン、最強コーチが導く飛躍の言葉。BS1 14日午後5時30分スタート。BS1。よーい、はい。映画監督山田洋次。84歳の今年、新たなテーマに挑みました。長崎の原爆です。8月9日、僕は死んだ。1年にわたる映画制作に密着した BS1 スペシャル、戦争を継ぐ、15日夜7時です。ワールドスポーツ、日曜夜11時は